どうもバーンです。ですね、これね、僕がいつも使っている、電話アプリで、グランドストリームウェーブっていうね、スマホの電話アプリなんですね。これで僕はいつもブラステルという、通信契約で電話をしています。もう一度言います。グランドストリームウェーブというアプリで、ブラステルという通信契約です。で、これでですね、ちょっとうるさいんですけどね、ここにレコードってありますでしょ。でレコードって押すと、はい、これで、電話の通話がデジタルで、可能なんですね。ちょっとこの電話ね、今ゼロっていうところにね電話してみました。このレコードちょっと、止めてみますね。はい、でちょっと画面を、閉じてもう一度元に戻しました。ホーム画面です。このアイコンです。 GSWAVE って書いてますけれども、これが、グランドストリームウェーブというアプリです。でこのアプリだとのいろいろね、スマホに細工常駐アプリとかを入れずとも、デジタルで、通話が録音できます。なんでねのキャリアとかの、通話ってね、録音できないんですかね。なんか録音したらなんか都合悪いような人がのなんか牛耳ってるとかですか。いや、その別にの電話を録音したらねダメっていう法律もあるわけないですし、このグランドストリームウェーブ、非常にね明瞭な音声品質で、でね遅延も少ないんですよ、このグランドストリームウェーブで。ちょっとだけねどんな通話で録音できたかっていうのをね、引用っていう形で、お聞きください。ね、相手方がねものすごくねの小声の方だったんですよ。でこの音声はの私的な会話ですけれども、音声の更新を別に引用する形でね載せてもいい、別にいいというふうに僕は判断してます。ちなみに相手の方は公人の方なんで、そういう点でもまあいいんじゃないかなというふうにも思います。101分ご利用できます。ブラステルのご利用ありがとうございます。このまましばらくお待ちください。もしもし。あ、こんにちは。私 YouTuber のバン TV のバンと申します。はじめまして。はい。大変、突然で申し訳ないんですけれども、ちょっとお願いしたいことがありまして。はい。それでは、大変失礼いたしました。いろいろご意見ありがとうございました。はい。失礼いたします。失礼いたします。はい。というわけでね、この GSWAVE、これを使って、で、ブラステルで契約したら、これね、ブラステルカードっていうのがね実はいるんですけれども、それが入手できない場合はブラステルっていう会社のところに、ウェブサイトからのブラステルカード送ってくださいって言ったら無料でね送ってきますんで、そのカードに基づいた、ID とかを入力すれば使えるようになります。で支払いはクレジットカードで、支払うことができて、で、月額基本料とかそういう概念はないんですよ。使った分だけで、しかも大概ねこういう使った分だけっていうサービスってね通話料が高いんですよ。ところがですね、このブラステルっていうこの通話、サービスは通話料もね、むちゃくちゃほぼね最低ランクぐらいの最低ランクって言い方おかしいな、料金が一番最安クラスの、通話料金なんですよ。もうね超おすすめです。ただね皆さんね
電話番号をね、変えるとかね、まあ、そういうことをね、普通はなさらないんですけど、僕ね、思い切ってメインの携帯電話の番号を変えました。もうね、もう変えません。ほんまに。キャリアの、電話、それから、SMS ですね。SMS の契約もしてない。この端末はデータ専用端末なんですよ、これ。データ専用端末の、スマホにしたらね、月額のね、料金もだいぶ安くなりますんでね、まあ、だいぶって言っても数百円ですけどもね、家族全員分にしたらそれでもね、千何百円かになりますんでね、もうちょっとか2000ぐらいになるかな、もしかしたら。それを節約できる、固定費を節約するっていうのは非常にね重要なことですよね。はい、というわけで、本日の動画はこの通話品質、それから遅延も少ない、そして、通話の録音までできる、デジタルでできるグランドストリームウェーブというアプリの紹介、そして、ブラステルと組み合わせることによる格安の、音声通話サービス、それをデータ専用、スマホ、データ専用端末のスマホで運用する紹介をさせていただきました。ではまたバイバイ。デリーキックトゥゴー、デリーキックトゥゴー、チャンネル登録しないでね、ホールバットボタンも押しときな、ハデリーキックトゥゴー、本当は登録してほしいな、グッドボタンポチッとな、ハ、もしこの動画が面白かったらチャンネル登録お願いね、ハ、グッドボタンよろしくね、ヘイ、本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当は登録してほしい、本当登録してほしい。